飛行艇には取り外しできるマストがあり方を張ることができたロールバッハロー2は1923年にロールバッハ金属飛行機が開発した4座席の偵察爆撃用の飛行艇であるロールバッハ金属飛行機では1920年代から最先端技術の敬合金星の応力外飛行像の多くの航空機を設計、制作した 設計だけに終わったローアイに続いてロー2を開発した。剣翼の創発の飛行艇で極力簡単な構造とするために胴体は区形の断面で主翼、尾翼ともペーパーは付けられなかった。エンジンは主翼から主中で支えられた。当時ベルサイユ条約でドイツでの大型機の製造は許されていなかったので生産はロールバッハが デンマーク設立したローボックメトルエアロプラン COAS で行われていた。1923年11月11日にロー2はベルナーランドマンの操縦で初飛行位。1924年10月24日に国際航空連盟の速度記録の挑戦に使われた。記録飛行後、大日本帝国海軍に売却された。1922年に ロールバッハ社と三菱商事の間に日本海軍向け金属飛行艇に関する売買及び製造権契約が締結されその製造のためデンマークのコペンハーゲンにロールバッハ金属飛行艇有限会社が設立されたしかし製作された試作機を日本の海で試したところ激浪で破損してしまい急遽ロールバッハ本人が来日して設計をやり直した 1925年に一機のローツーを輸入した日本海軍は合計7基分のローツーの部品を輸入するとともに三菱航空機及び航海軍交渉によるローツーの国産化を計画した1925年には来日したロールバッハラの指導の下横須賀海軍交渉で実験的に一機のローツーを組み立てこれを R-1 号飛行艇と称した 続いて1927年、ロー、通告参加のために、三菱ロールバッハ株式会社を組織した三菱が、ロー2のエンジンを、イスパの水座製のものに変更した、R、R-2 号飛行艇を試作。広章でも、機体の大型化や翼及び、支柱形状の変更、エンジンのロレーン2型水冷。 W 型12機筒への変更などを行った R-3 号飛行艇を試作した。これらの機体はいずれも正式採用されずに終わったが、その製作経験は、後の日本製航空機に大きな影響を与えた。ありがとうございます。